あいつこんなこと言ってました、はい、リターンズ。今週からタイトル戻りました、はい、なんだこれ。おい改め、あいつこんなこと言ってました、リターンズです。はい、というわけでテレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話してたことをチクってもらう企画でございます。はい、はい、だから皆さんもいろんなところにねアンテナ張って教えてほしいなと思っております、はい、うん、私ちょっと忙しいもんで、ラジオネームボッキングボッキソン私のオナペット AKB48 が総選挙を華々しく行っている裏で、世界の鉄人室伏広治名人がハンマー投げ日本選手権において前人未到20連覇を成し遂げました、うん、すげえなおい、うん、総選挙ではマユイが1位になったけど、そのマユイがちょうど20歳だぞ。お前何回ハンマー投げのセンター取ったら気が済むんだもう勘弁してやってくれよ、次の世代にバトン渡してやってくれよ。 AKB だったら気まずさからちゃんと卒業して次の世代にチャンス与えるのに、お前本当に大人げない。あんまり言うと自宅にハンマー打ち込まれたら怖いからこれぐらいでやめときます。これ言うと、はい、お父さんの室伏さん、はい、お父さんの室伏さんも10連覇とかしてるからね、だからもうハンマー投げの世界なんて30年ぐらい室伏しか優勝しないの。すごい血ですね。30年ってすごいよ。すごいですよ。独裁も独裁だよ。はい、ねえ。いや考えられない。進歩していかなそうな。衰えないもんなんですね。衰えないんだね。だって室伏広治なんて俺と同級生だからね。あ、そうなんですか。よく飲むけど。え？そういう関係もあるんですか。やっぱり、はい、若いよ。あ、室伏さん。飲む。まだ飲みます。飲むね。やっぱ量違う。へえ。お父さん、お父さん日本の人だけど、お母さんの外国のスペインかどっかの人だけど、はいはい、やっぱその血もあるんだろうね。違うんですね。すごい飲むよ。どういうよく食べるしね。ああ、それでもいいって言いますけどね。うん。うん、席と同じぐらい食べるんじゃない？あれ、僕なかなかですよ。なあ。はい。いや、俺、室伏言うんだ。お前、席みたいだな、つって。言ってくれてるんすか？やめてください。やめろよ、なんて言うけどね。ってことは室伏さんが少なからず僕のこと知ってくれてる。あ、ありがとう。あれ見せて、 YouTube で席の動き見せて席って言うんだっつって再生回数が上がってる気がするんですけど、うん、あ、だから翔英も同級生だけど、翔英とだから室伏と行くともう結構すごいよ。はあ、もう席のこと好きなんで呼んでくんないですか俺そこ呼んでくれたら行くのにな。そりゃ21位だよお前すごい、そりゃそうだよ。仕事積んでたらな。俺もいない間にそんな名前売れてんだ。ごめんな。山本は人気ない最下位ですから最下位の方がなんか全く出ないですか僕その場で。全然ね、見せるんだけどやっぱその一応携帯壊されちゃうんだよあれ。山本僕も見せる振りましてハンマーとなんか塩と油で絶対見せないでくださいね。じゃあですよ、もうラジオネームチェーンギャング完全無欠の少子化対策こと歌手のひとみさんが今週4日に3年ぶり3度目の結婚をしたそうです。ひとみさんは2002年に7歳年上と結婚するも2007年に離婚、2008年に再婚し女の子出産するも2011年に離婚。何何、38にもなってでき婚、どんだけゆるゆるなんだよ。だらしねえなまた妊娠ヌードやるんすか。3年以内に離婚するんすか教えてください、ひとみ姉さんいいじゃないですか、うんうんうん、非常にいいですよ、ひとみさん、うん、で俺は好きじゃないけどね好きじゃないけどいいじゃん。いやまあまあまあ、いやまあまあまあ、綺麗でしたよ、あのマタニティヌードも。はい、マタニティヌードお前好きなのか。マタニティヌード見てお前綺麗だなと思う。綺麗でした。はい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 、これちょっと警察に連絡。嘘でしょ、やばい人でしょ。綺麗じゃなかったですか。やばいでしょ。女子にも勇気を与えたりとか。お前そ、いやそういうのじゃなくてなんかね、彫刻の綺麗のと一緒ですよ。そのちょっと妊婦さんの裸見て浴場するってちょっと怖いもの感じるな俺。いや自分でも今ちょっとびっくりしますけど、そうだ、はいはいはい、浴場な、これが果たして浴場なのかどうかっていうのはやっぱあれ神聖なものだからさ、逆に見れないというかさ人の奥さんの妊婦ヌードなんてさ、やっぱ俺もう一瞬でも目に入ったら閉じちゃうよね。いや僕は人のだからあえて興奮とは違うんですよ、それだけ信じてください。興奮じゃないですよ。これはちょっとトップリードに続いてちょっと犯罪者にトップリードはもう激しいロリコンロリコンお前はなんか妊婦に浴場するんだろ。いやもう初回でより犯罪の匂いがする。いや初回で変な母乳とかお前ネットで買ってんじゃねえだろそこまでその一切怒
超えてない、それ。売ってるんすか、逆に。いや、売ってんじゃないか。何でも売ってっからな、今。何でもあるんすね。いやいや、もうお母さんもすら僕は魅力で育ちましたから。だから、そう、あるんじゃない、逆に。母乳。あ、足りないってことですか。まあ、今になって恋しくなってる。お前ちょっと怖い。いや、つけたくない変なの嫌だな、もう。でも認めると楽になることもあるよ、多分。いや、初回大事なんですよ、変な。ネットで母乳買ってるっていうことでいいな、お前。いやいや、俺やべすぎる。キャッチコピーできたじゃん。ちょっとやばすぎますって、俺。今まで何もなかったんだからさ。本当にね、いや、俺、まあ、確かにキャラクターないって言われてたんですよ、ずっと。うん、頑張れ、半袖とか、短パンとかのイメージ分かりますけど、デブとか。俺、ネットで母乳やばいっすって。いや、やばいからね。やばい、いや、やばいですって。やばくない、かわいいやん。だから、かわいいじゃん。誰がセルンすか、俺と。ね、翔英。翔英さん、そう。俺、翔英さんのセットなんだ。あれ、好きってたんだ。ケチオネームさんって。有吉さん、スリムな半魚人こと神田うのさんが2歳の娘が書きましたというくだらない設定でクソブログ更新してまいりました。グランマとママと小うのの3人でランチしたのよ。女子3人だから女子会かしら。グランマもママも小うのも、みんなうさぎ年なのよ。だから女子会じゃなくてぴょんぴょん会ね。ぴょんぴょん会大好き by 小うのかな、小うのかな、お嬢ちゃん、おじさん、お嬢ちゃんか、お嬢ちゃん、おじさん、ママと大事な話があるからちょっと向こうで遊んでくれる？おい、団子っぱら、ごら、今までいろんなクソブログ読んできたけどよ、やっぱお前のクソブログが一番つまんねえわ。まず娘が書いたって設定自体クソつまんねえし、グランマとか子うのとか知らねえし、いや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 、で極めつけがぴょんぴょんかいな、うん、39歳のパンストババアが生み出した言葉だと思うと鳥肌止まんねえわ。プロデュースつけるだけで、うさぎ飛びで香港まで飛んでけ、みかんをついてる。こんなことしてたんだよ。ニコイチ。一回ブレイク。続いて、あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、というわけでいきましょう、うん、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいてて話していたことをチクってもらう企画です。はい、はい、ラジオネーム満腹亭稲荷。ワールドカップの主審判定が物議を醸していることを受け、偽ミラクル光ること宇多田ヒカルの野郎がツイッターでクロアチアの皆さん、日本を嫌いにならないでとつぶやいたことに対して、ラクダとラバのハーフのフィーフィーのクソブスがこんな苦言を呈してやがりました。今朝のワールドカップ初戦の審判判定を受けて、クロアチアの皆さん、日本を嫌いにならないでってツイートしてた人がいたけど、スポーツを愛する人はあなたと違って国籍でくくらず個人として見てるから、その発言は逆に失礼だ。いいぞいいぞ、やれやれ。かまけって喜んでるワールドカップなんかよりバイリンガル人妻と馬面の場外乱闘の方がよっぽど盛り上がるぜ。渋谷のスクランブル交差点に常設ステージ作っとくから、試合のたびにそこで殴り合いの喧嘩してくんねえか。フィフィが後ろ蹴りで宇多田ボコボコにするのすげえ見たいわ。ネイマールのシュートなんて目じゃねえわ。頼むから仲直りなんてせずにそのままいがみ合っててお願い。仲直りなんかしたらお前らの首でサッカーしてやるからな。こんな、いいですね。なんかでもこれ、いや、いいんだよ、はい、別に知ったこっちゃないんだけど、うん、俺には。だけどさ、これクルアチの皆さん、まあ宇多田ヒカルのことじゃなくて、はい、フィフィの方ね、はいはいはい、クロアチアの皆さん、日本嫌いにならないでってツイートしてた人がいたけどっていう言い方嫌だ、宇多田ヒカルさんがしてたけどっていう、いや、いいのに、なんか嫌味ババっぽくない？なんかさっきからうるさい人がいますけど、うん、みたいな言い方してましたね。まあ、そう、ちょっと腹立つ言い方ですね。言い方嫌だな。もう上手だよな。だからエジプトの人なのにこんな日本語で嫌味な言い方できるんだから相当語学力あるけど。そうですね。これ言い合えるな、宇多田ヒカルさんがつってな、なんか嫌だなって。まあいいか、どっちにしろ俺には関係ねえな。俺はこの二人抱けねえんだ。抱きたいっすか、フィフィ行きたいっすか、逆に行きたいっすか。俺には関係ない。ラジオネーム、フィフィって鈴木園子さんに見てきたな、だいぶ。そうですね、枠開きましたからね。なあ、はい、ラジオネームチェン、フィフィって実際会うって喋るといいおばさんなのにな、はい、なあ、じゃあよっぽどちょっと気になったんすかね。なあ、うん、ラジオネームチェーンギャング、有吉さん、
女性が理想とする男性のペニスのサイズが、アメリカカリフォルニア州の大学で研究調査し、研究チームが様々なサイズの模型を制作し、その結果出たようです。以下女性の心理です。1、一夜限りであるなら大きなペニスがベター。2、 16.5 センチ、長さよりも太さが大事。3、安定した関係にある夫、うん、あるいはパートナーはビッグサイズでなくても良い。おい、世の中のクソブスやりまん。要するに旦那や彼氏は小さかろうが早漏だろうが別にいいけど、結局はでかい方を欲しがってるってことだろう。そういうことですよね。 16.5 センチなんてな、うん、日本人には数人しかいねえぞ。特大のバイブさしてマイケル・ジャクソンの DVD でも見てろ。あまりにもぶち切れすぎて最初に言うの忘れたぞ。おい、アメリカの大学、チンコの模型作ってんじゃねえ。大学で何やってんだバカ。研究者ってこういうことなんだ。でも結局そう、さっき言ってた科学者ってことですね。中国の、はいはい、研究者いるって言って、これやっぱそうだ、おちんちんの模型作ってる研究者いるわけだ。そういうことですよね。どう作るんだろうな。だからこれはだから、まあ俺みたいな、やっぱりこの、うん、なんていうの、日本ではなんていうんだ、うん、極太極太の陰茎だよね、はい、いや、もう極太の陰茎を持つ、はい、私みたいな巨人にはちょっと残念だよね。それさえあれば俺はもうドラゴンボールみたいに何でもやっぱ夢が叶うと思ってたから。俺はまあだからその、はい、ちょっとショックだな。そうか、そんなに大きくなくてもいいのかと思うと。そうね、お前らはどう、巨根か。いや、まあ、僕は割とそうって言われますね。あ、そう、はい、あ、それ顔だわ。はい、なんか鼻もでかいですし。そうだね、はい、じゃあ 16.5 センチある可能性もある。ないことはないですね。あ、そう、はい、あ、じゃあちょっといいかもな。じゃあお前も入るか、じゃあ巨人同盟に。巨人同盟というのは、おちんちん巨人同盟。それはあれですか、全然入れる、さっと入れるもんね。さっと入れるよ。おー。だからもうその、IQ が200以上みたいなのいるじゃん。はいはいはい。メンサ、メンサだっけ、うん、メンサっていう組織あるよね。はいはい。IQ がいくつ以上の人たちが集まるやつ。はい。あれと一緒だから。はい。たまに集会、高輪プリンスホテルの、そんなとこでよろしい？スイートルームを借りて、大きなおちんちんを持った人たちが、裸で、物色パーティーする。やばい。やばくないですか。店は別に女の人もいないよ、別にそう、男だけだからやばくないですか。女性がいてくれたらまだ成立するんですけど、あの辺は男の人たち同士で店をのがやばい。いや、それはなんで、おーっていうあれ。すごいですね。お互い盆栽を見せ合うような感覚で、うん、チャンスじゃない、なんてことない、別に。ああ、そこまでの会呼ばれるほどではないかもしれないですね。はいはいはい。はい。席はもう、もう僕なんて。もうそうだな。ないに等しいっす。どれぐらいだ？通常時本当に、ミリ単位の。うん、ああ、もう、はい、パチンコ玉ぐらいね。もうドリルと言われる。パチンコ玉2つにマッチ棒って感じ。もう本当に可愛いもんです。出せます、僕。パチンコ玉2つにマッチ棒。10周年サッペ。はい。今日疲れてる。これ言うのでもこのラジオで久々だと思う。あ、そうなんだ。疲れてんのっていうの。よっぽどのですね。ラジオの三平、はい、有吉さん、近い将来ブクブクに太ってみっともなくハゲそうなエグザイル高博さんが初と絵画の個展エグバカ日誌を開催するらしく、会見でこんなことを言ってやがりました。空き時間に楽屋や家で描いてました。ヒロさんや力のあるスタッフに個展をやりたいとジャブを打ち続けてきたので、そのジャブが効いたのかな、うん、高博先生おめでとうございます。これを機にリトル鶴太郎と呼ばせてください。本家のリアル鶴太郎はろくでもない作品を描き続け、日本全国に4件の美術館を持つスーパーアーティストになりました。先生もリアル鶴太郎を目指して落書きを続けてください。では最後に高博先生のホームページに載っていた作品を紹介させていただきます。かっこ理由なんか考えるな、好きな仲間と飯食って酒飲んで笑え、バイ高博。チャラ男の学芸いただきました、ごっつぁです。しみるねー。しみます。
好きなのかまとめちゃって、はい、表情取られなくてよかった特権ですね。ラジオネーム希望の船クソバカこと浜田ブリトニーさんが自身のブログにて婚約中だった一般男性発覚したことを抜かして明かしてやがりました。なんと婚約してた彼と婚約解消になってしまいました、うん、実は彼が男性にも目覚めてしまい一旦距離を置こうってことになったのです。ああもうわけわかんない。おい豚どにてめえの婚約解消なんざはっきり言ってクソどうでもいいんだけどよ、一つ言わせてくれねえか。今ヤフーニュースのランキングを埋め尽くす浜田と名の付く記事の中になんでてめえのこのブログ取り上げた記事が混じってんだ。紛らしいんだバカだれ。てめえわざとやってんのか。あとな、彼氏が男に目覚めたってなんだおい。久々にブログでてめえの顔見たけどなんか前より可愛くなってるな。うん、うん、やらせてくれますからね。うん、あ今ヤフーニュースのランキング浜田で埋め尽くされてんだ。なんだろうな。浜田さんの不倫ぐらいしかわかんない。それ以外なんかピン、あ、それか、それはね、それはね、よかった、よかった。ラジオネーム三定有吉さん、ドレスアップゴリラこと一行の野郎がバイキングで紹介されたメンズブラジャーに対してなぜか過剰な拒否反応を示してやがりました、うん、やめてほしい。なんで女装好きでもない男がブラつけなきゃいけないの。私たちはノーマルの男が好きだから女言葉とか使った瞬間にもう NG。 そういうところが見えた瞬間冷めちゃう。メンズブラありえない。うるせえな、ズラかぶったおかまのゴリラが真っ昼間の生放送ではしゃぐない気持ち悪い。こっちは飯食ってんだバカが。そんなにブラが嫌いなら乳首にペニバンくくりつけて寝ろ、このアブノーマルゴリラ。一光さんって化粧品ですげえ儲けてるからさ、はい、この前番組で一緒になった時さ、はい、ずっとさ一光さんのこと褒めてさ、はい、ずっと褒めてさ、散歩の番組来た時、はいはいはい、カメラ回ってない時にずーっと一光さんのこと褒めてて、はい、でさメンズ化粧品ちょっと一個すにやりませんかつって、うん、お願いしてさ、いいよねいいよね、それちょっと私がノウハウ教えようかって言ってるからさ、俺もうほんとそうなったら俺社長だぞ。いや一個さんから始まってそうです企業家への道が、俺もメンズ化粧品のメンズゴリラの社長だから、ね、え名前は向こう側なんですね。株式会社メンズゴリラ。ダメだな、一個さん。本当にそういうのやってくんねえかな、誰か。いそうですけどね。うん。一回ブレイクするか。はい。はい、続いては、あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい。さあ、というわけで、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで、有名人が調子ぶっこいていた話していたことを作ってもらう企画です。今、あ、よかったな、今ちょっと。乗り切りましたよね。乗り切ったか、はい。ギリギリですね。そんなことじゃ、お前、斎藤道三になるんだよ。なれないですね。芸能界の斎藤道三になりたい宣言がさっき決まりましたけど、俺芸能界なんて言ったかな。席に立ってはもう芸能界の徳川家康になりたい。いや芸能界を平定したいっていうのはすごい夢を持った二人だな。お前ちょっとそうですね。いやすごい若手らしい野望に満ちた。信じられない。うん、俺は本当今六角さんだね。六角政治。芸能界の六角政治になりたいね。六角政治さんになりたいんですか。いやそ芸能界にいますから。ポジション武将っぽいの。いや武将っぽいの。武将っぽいとかじゃない。芸能界の六角政治になりたいな。六角家ってのはなんかありそうですよ。実際でもありますよ六角家。ありそうですね、はい、本当に。ラジオネーム三平。有吉さん、ナベブロの最終兵器、うん、スピリチュアル女子大生知恵様が5月前半のトースポ市場でワールドカップの予想をしていたのでこのタイミングで発表させてください。お予選リーグ1回戦は日本の勝ち、うん、2回戦は負け、うん、3回戦は負けると出ています。外したインチキジャパンのリトルギボアイコこと知恵選手、痛恨のシュートミス。鍋風呂主催のフットサル大会でマネージャーでもやってろにわか。このタイミングの発表は恥ずかしい。これは来ましたね。これはいいですね。これは外してます確かに。これエンジェルあげます。パン。素晴らしい。いやー外してますね。このために書いといたんじゃないかっていうぐらいの。いやいやいや外してましたね。いやー外してたね。見事に外してましたね。ちゃ立ち悪い。いやあ出ました、有吉のオカルト嫌い。オカルト嫌いが出ました。これはまあもう言っちゃってますからね。いやラジオネーム夜嫌いのやつ、はい、
有吉さん、ジャガー横田の色違いこと、シャランキューの畑のツイッターをチェックしていたところ、こんな乙女っぷりを確認しました。6月15日、見たら負けやと思いつつ、ついつい見てしまった時に限って、ガーン、ヤフー占い、恐るべし。本日あと21時間以上もあるじゃないか。部屋の隅っこで三角座りで過ごすには長すぎる。何もしたくないし、誰にも会いたくないし、もう嫌や、どうしたらええねん。6月16日、結局一歩も外に出ず一日を終えました。かっこ笑い。おい畠山俊明、やめてお前45にもなる加齢臭絶好調のおっさんが占いに左右されてんじゃねえよ。しかもヤフー占いって、他にも占いがあるだろ。超だるい、占いの結果最悪だから家出ないって女子高生でも少数だわ。てか占いの結果悪くて一日休めるお前が羨ましくて仕方ないわ。その汚いモップみたいな髪の毛きっちり黒にして頭丸めて全国の冴えないサラリーマンに謝罪しろ、この金髪おかま野郎。でつんくさんが言ってましたよ。以上、道重さゆみでした。あ、もう複雑なこの。まあ占い信じる人もいるんですね。占いだとオカルトですからね。絶対信じちゃダメですよ。自分で切り開かなきゃどうすんだお前、運命なんて。ね、バカだよ。ラジオネーム、あれ俺は思うんだよ、だから、はい、芸人は前に出ろみたいなアドバイスするやついるんだけどな。俺はこう思うんだ。前に出れないやつを引っ張ってきて面白くしてやるのが先輩の役目だろうと。全然響いてない。やっぱ時間置いてもダメですね。ダメか。アメリカンがすごいですね。ダメ。嘘です。まだ時効じゃないですね、これ。おかしいな。最初のそこだったけどな。ジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。有吉さん、調子に乗ったブログハゲこと、市川海老蔵の野郎が、ブログで勝手に写メを撮るおばさんに苦言を呈していました。うーん、というタイトルで更新されたブログには、荷物が多い私たちに扉を開けてくれたおばさんが、しばらくして許可なく携帯でパシャリ。扉を開けてくれたことは嬉しいんですが、勝手に写真はどうなんだろう。感謝していたのに、それ書いてきてな、と絵文字付きで書いてました。うるせえ、自意識過剰ハゲ。おばさんが扉を開けてくれたら扉を開けないと何かされると思ったから。写メを撮ったら万が一の時に警察に証拠として突き出すためだ。覚えとけ。あと、優しくされた分少し悲しかったな。とか書いてるけど、その後に載せてるグラサの写真、なんだこれ、完全にサンプラザ中野くんじゃねえか。何がシクシクだ。お前本当は撮られたくて仕方なかったんだろ。俺が写真撮ってやるよ。だからまず全裸になってアナルかっぴらいてな、高校の表情浮かべろ。なんでそうなるの。カノテンメじゃない。出ましたね、ムツゴロさんとこの。そうですね、テンメさん。俺もちょうどさ、この前、飯食ってたんだよ。はい、飯食ってたらさ、サラリーマンのおじさんたちがさ、もう50超えてるおじさんがさ、何回かカメラこっち向けてんの。その度俺がもうグッと睨むからさ、やめるの、それは。そのうちさ、ちょっと油断してたらさ、パシャッ、完全に撮ってない。あーと思ってさ、スタッフの人、すいませんみたいな、なんか言いましょうかとか言って、いやそれはもう別にもうしょうがないことですからって言って、俺そっからフラッシュ付きで10枚ぐらい写真撮ってやったのに、ずーっとパシッ。一番怖いかもしんない。さあ、おじさんチラッとこっち見えたけどさ、はあ、自分が撮ってるから何も言えねえから。そうですよ、ね、それすごいですね。10枚ぐらい甘んじて受け入れてて、これすごい。俺のだから今携帯のメモリー、はあ、おじさんでいっぱい。事件の匂いがする。消してください、それちゃんと。いやもう撮るんだな。大丈夫、ペケミニ。性犯罪者みたいな顔をした脳科学者こと、茂木健一郎のシャバゾーめちゃくちゃ。ちょっと待って、それはさ、待ってってみんな。シャバゾーってお前、おじさん捕まって。ゾーっていう文字入んないでしょ、その。ツイッターで脱税のことをいじられたらしく、バカどもが脱税、脱税ってうるさいから言っとくけどな、申告しなかったのは俺が悪かったよ。ごめんな。でも倍返してたくさん払ったんだよ。ものすごく損したんだよ。その後も毎年たくさん納税してんだよ。お前らにごちゃごちゃ言われる筋合いないよ。と、それ以後も長々とブチ切れてたのですが、ツイッターが炎上し始めた途端、不適切で誤解を招くツイートをしたことをお詫びします。該当ツイートは取り消しました。と、しょぼくれて謝ってやがりました。お前、前にもこうやって
入った唾を美味しそうに飲んでたけどよ。お前の頭なんかあれか、キングコブの日露でも入ってんのか。お利口さんぶって脳科学の勉強する前にお前の脳みそなんかなんとかしろボケ。俺はね、子供の頃にね、悪さするたんびにうちの死んだじいちゃんにお前のようなやつは豆腐の角に頭ぶつけて死んじまえって怒られたけどよ、うん、俺が死んだじいちゃんの言葉借りてお前に言ってやるな。税金ちょろまかすようなやつは激走する豆腐屋の86の角に頭ぶつけて脳みそぶちまけてよ。86はもう自動車ですからね。Stay Night Dreamer Live on air。参りましょう。続いてあいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。でも俺実はジョージ・クルーニーのこと嫌いじゃないからね、ほんと。そうですか。もう全然、へえ、うん、もうなんか、はい、もうあいついるじゃん、トム・クルーズ、はいはいはい、トム・クルーズとかに比べたら俺全然ジョージ・クルーニーの方がもういいやつだなと思うよ。お、なぜにそれは。なんかもうそれは生理的なもんだからね。トムたまったもんじゃねえな。そうか、参ります。はい、ラジオネームは三平。有吉さん、多分嘘だと思いますが、イケメン俳優の佐藤健くんと三浦翔平くんが合コンで女性を泣かせたという記事が週刊文春に載っていました。要点をまとめてお伝えします。女性陣のルックスが気に入らなかった佐藤の目配せを合図に、三浦がブース帰れ、ブース帰れとブスコールを開始。その後のカラオケでも三浦がブス替え歌を披露するなどして女性は号泣。指示を出した佐藤は王様気取りで満足げだったという。やってくれたな、クソガキどもが。女優抱き放題のイケメンチンポがブス泣かせてんじゃねえぞこら。遊び方が下品だし、ブスのいじり方が雑なんだよ。おい、聞いてんのかタケル、今度ブスと合コンやるときは俺も呼べよ。お前の目配せを合図に1週間洗ってね、チンポ出して全員速攻で帰らせてやっからよ。時給5万な、マジよろしく。これブス替え歌気になるな。センス問われますよね、こういうの。どんな、まあ、ブス、ブスのままで、ありそうですね。ブスの音程大丈夫、合ってる、合ってる、大丈夫、合ってますね。ブスの大丈夫、大丈夫です、大丈夫、本当、はいはいはい、ブスの音程じゃないですよ、中身の問題なんですよ。中身の切り口の問題なんですよ。ブスの何が行われるやら。ブスブスブス魚の子。久しぶりに聞いた。ちょっと見ようかな、帰って。見たくなっちゃった。一番上がブス。ブスの三兄弟。いや、まあいるでしょ。これはそういう三兄弟も。これ本当にありそうだね。あんたこっちの子たちブスねなんつって。最近流行ってるのもないの？最近は、それ以降もいろいろ出ましたけど。ブス替え歌やりたいじゃん。ブス替え歌。いやー、面白い。続いて、あげとこうか。パン！ラジオの股関節痛。金と宝石とプライドしかない鬼ババアデヴィ夫人が長年仕えていたお手伝いさんが辞め、インドネシアに帰ってしまったらしく、綺麗好き、整理整頓好き、犬が大好きな住み込みで働けるお手伝いさんを募集してやがりました。すみません、失礼かと思いますが、夫人、てめえと24時間一つ屋根の下で暮らすなんて生き地獄しかねえんだよ。どうせちょっとでもミスしたら上品な口調で汚いセリフをネチ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 吐きながらシャンパングラスで殴ってくるんだろ。日本で一番のブラック企業じゃねえか。だけどお前のパワハラに耐えられる人間が一人だけいるぞ。福留めのりおに長年仕えている AD だ。こいつは福留めからの暴言や暴力を幾度となく食らっても立っていられる国王級にタフな人材なんだ。デビ家で飼っている腹をすかせたホワイトタイガーの檻に放り込むのもいいかもな。じゃあ仲良くやれよ。めちゃくちゃだなお前。どうやってどうだお前ら。やってみて。住み込みっすか。やっぱ僕ら弟子の経験がないので、誰かにつくっていうのを。従事するっていうのは、はい、すごく緊張します。
シェパードだもんな、お前。僕だけですよ、です僕だけですよ。ちょっとやってみるもう女性というのがやっぱでも、面接してみようよ、じゃあ。デリケートな俺デヴィ夫人。あ、いいですか。あ、俺デヴィ夫人にはちょっと嫌だな。誰がいいかな、俺は。そうだな。クリントン。デヴィ夫人がいて、クリントン。クリントンさんのもとに僕が。俺、ヒラリー・クリントン。あ、ヒラリー・クリントンさんの。強いぞ。強いっすよ。そらまあ。うん。はい。いい？はい。次の方。どうも、よろしくお願いします。あら、何人？アジア圏にある。薄汚いわね。いや、もう、感じ悪い。薄汚いアジア人が私の、家で何しようというのよ。いや、汚らしいわ。お話だけでも聞いてもらえないでしょうかね。アジアから来た日本の小さな島国という、日本という国から来ました。はい、来ました。お手伝い。薄汚い家のモンキーだわ。お手伝いをさせていただきたいと思います。何のお手伝いしようっていうのよ。身の回りの。主人の、はい、オナニーでの手伝いでもしてやって。私には必要ないわ。いや、薄汚いアジア人。そう、帰んなさい。そうおっしゃらずにですね。次の方。身の回りの選択。失礼します。はい。日本から来ました、関太志と申します。あ、なかなか可愛い。ありがとうございます。体重はどれぐらいあるの？100と1キロです。いいじゃない、いいじゃない。よろしければ雇っていただけると、あなた女性は当然好きよね。あ、はい、まだ若いので。いいわね。ちょっと、ちょっと目隠ししてもらえる？え、なんですかこれ、見えないわね。あ、はい、本当に見えないわね。どこにいらっしゃるんですか？ちょっと私の作った、美味しい、美味しいソフトクリームがあるんだけど、ちょっと召し上がらない？ソフトクリームですか？好きです。ちょっと待ちなさい。はい。する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 。何の音ですか？え？ひらり？さあ、ちょっと召し上がってごらんなさい。はい。ほら。いただきます。そう、下で。あれ？温かい。ソフトクリームが温かい。アイスの天ぷらみたいなことですか？え？合格よ。ありがとうございます。通ったぜ、おい山本。俺世界行くよ。通ったぜ、おい。なんだよ、採用が全然違うんだ。イエローモンキーって言われてさ、ただのデブ戦じゃねえか。なんだよ、ただの。続いて、何の話したんでしたっけこれ。ラジオネーム、ムーミンママ。デビーさんですよ。あ、そうですね。佐藤健、森カンナ、深夜のデート報道について、バター犬愛犬家ことベッキーが、ツイッターでこんなことを言ってやがりました。さらりと言わせていただくと、3人で歩いてたんだけど、なぜか一人切り外され、深夜デートしていた風の写真になって、それ風のことが書かれてしまったという感じですね。間違いないです。ご安心を。え？何？いきなりどうした？あ、ベッキーも一緒にいたのに外されちゃったってことね。と、ツイッター民が解釈をしていると、ベッキーのツイッター。あ、私が切り外されたわけではないです。私はその場にはいなかったです。ややこしや。それはまた違う女の子。私は真実を聞いただけのこと。とのことです。うん、はぁ、真実を聞いただけ関係ねえだろ。森カンナ自身は報道後、ツイッターで意味深コメントを残して売名図ろうとしてんだよ。他人の売名チャンス潰して、自分を売名しようとはどういうことだ。それとも芸能人のゴシップに分け知り顔でコメントするデヴィ夫人の後釜でも狙ってんのか。友達いなくなるぞ。ベッキーのおせっかいいいですね。悪くないですよ。守ってほしいな、俺もベッキーに。何かあった時は。何かあった時は俺もベッキーに連絡しよう。ベッキーちゃんちょっと聞いてくださいって。僕は別にヒラリー・クリントンのことを悪く言ったわけじゃないんですよ。もう一回面接したいけどね。納得言ってるんだよ。また今度な。はい。ちょっと、はい。悔しいな。ラジオネーム、愛のリコーダー。
有吉さん、ウルグアイ代表フォワードルイス・スワレス選手が相手選手に噛みついたことで FIFA から出場停止処分及び4ヶ月間のサッカー活動禁止処分、1135万円もの罰金処分が下されたことに対し、スワレス選手の祖母が、みな、FIFA がルイスに何をしたかを知っている。 FIFA は彼をワールドカップから排除したかったのよ。完璧ね。彼はそれをやり遂げた。ルイスは犬みたいに追い払われてしまったわと泣きながら語り、さらにこれは陰謀よ、彼らの決定は野蛮よと訴えていたそうです。おいババア、野蛮なのはお前の孫だろうが。そもそも犬みたいに追い払われたとか言ってるけどな、反町の犬みたいなことしたらそれは追い払われるわ。お前にしたってお前の孫にしたって FIFA やら選手やらに噛みつきやがって、やり方にしたってな、中途半端なんだよ。鈴木おさむに Twitter で噛みついた西野を見習って、ちった面白い噛みつき方でもしてみろ豚野郎。おいババアってことだよ。決まったなこいつのババアも。羨ましいぐらいのババアだな。まあ悔しいですね。そうか、ラジオネームね、満腹亭稲荷。ヤリチンゴリラの仁科正樹の極小脳みそが関西のテレビ番組に出演し、こんなこと言ってくれました。親父のことは役者としては尊敬してますけど、父親としては最低。あの父だからこうなった、おいバカゴリラ。てめえの手癖の悪さをな、親父のせいにしてんじゃねえクソが。お前みたいな脳みそまで金玉みたいなやつがいるから二世タレントがバカにされんだろうが。二世タレントにだって優秀な人たくさんいるぞ。朝ドラのヒロインのあんちゃんだろ、顔芸でおなじみの香川照之だろ、笑顔がうざい関根麻里だろ、360度どっからどう見てもブスな今るだろ、バカのバカ娘の梅宮アンナだろ、桃太郎ブスの高橋真麻だろ、石田一生とスミレだろ。すごいぞ。あれ見渡せばクズばっかだわ。芸能人の子はどうせろくなもんじゃないってことみたいだから、芸能人は全員虚勢しろ。待って、最低かよ。最低だわもう。すごいな本当に。どうしようか、もう一個ぐらいいけるかな、いけないかな、いけない。